株で儲かるには3つだということを教えました。1つ目配当、2つ目株主優待、3つ目が売却益。特にこの売却益、低い時に買って高い時に売る、いわゆる株の価値が上がれば儲かるものですね。しかし株価が下がった時に儲かる人がいること、これを知らない人がほとんどです。え、下がった時に儲かる？そうなんです。株が下がると儲かる人が多いんです。株が上がるとじゃない、株が下がると。中学生にじゃあお父さんお母さん、これをどう説明すればいいでしょうか。例えばジョニーさん、竹花さん、マイケルさんの3人がいるとしましょう。ある日竹花はホテルに行きました。しかしこのホテルは部屋も汚いし、接客も悪いし、さらに値段が高い。そう感じた竹花は、このホテル今後お客さんが絶対に減るだろう、そう確信したわけですね。そうすると売上も減って、会社の価値、そう株価も下がるだろうと予想したわけです。ちなみにこのホテルの株価は現在1株1万円だとしましょう。そこで竹花はこのホテルの株を持ってるジョニーさんにお願いをして、株を1株貸してくれないかとお願いします。ジョニーさんは1株貸すけど半年以内には返してねと約束をさせます。ここでポイント、竹花が借りたのは株ですね。お金ではなく株を借りたわけです。竹花はジョニーさんから1株を借りました。その後竹花は、誰かこの株を1万円で買ってくれる人探しますと言って、買ってくれる人を探したわけです。そうするとマイケルは、逆にこのホテルの株は上がりそうだから欲しいと言って竹花にコンタクトを取ってきました。そこでマイケルは竹花に1万円を渡して、竹花から1株をもらったわけです。この時ちょっと整理をすると、ジョニーさんは竹花に1株を貸している状態、竹花はジョニーさんから借りた株をマイケルに売ったので1万円現金を持っている状態、マイケルは竹花から1株を買った状態ですね。そして半年後、竹花の予想通りホテルにはクレームが殺到。1株1万円だった株価がなんと1株6000円まで下がってしまいました。そのホテルの株を持っているマイケルは、まだ株が下がりそうだから早く売らないと、急いで誰か買ってくれしていないですかと呼びかけます。そうすると竹花が出てきて、いいよ買ってあげるよと、以前マイケルに1万円で売った株を6000円で買い戻すんです。そうすると現在竹花は持っていた1万円のうち6000円をマイケルに払って1株を再度手にしました。そして竹花の残りの現金は6000円払ったので4000円ですね。そして得た1株を借りていたジョニーさんにお返しをするんです。そしたらどうでしょう、ジョニーさんには1株が戻ってきて、竹花は4000円が残って、逆にマイケルは1万円持ってたはずなのに6000円に減ってしまったということです。これを空売りと言います。これを実際の取引に直すと、ここがめちゃめちゃシンプルです。ジョニーさんは証券会社、竹花は投資家、マイケルは市場マーケットです。証券会社から株を借りて、竹花はそれを市場で売る、価値が下がったら市場から買い戻して証券会社に株を戻す、その時の株価の差が竹花の利益になるわけですね。逆に竹花が市場で1万円で売ったとして、株価が下がらずに市場が2万円3万円とどんどん上がってしまった場合、覚えてますか、半年後に返してねと証券会社から言われているので、いくらであろうと市場から買い戻して株式証券会社に返さないといけません。そうなると逆に竹花は損をしますね。このように株っていうのは、上がって儲かる人もいれば下がって儲かる人もいる。僕の経験上はですね、下がって儲かる人の方が実は多いです。なのでよく株式投資をするとき、これから伸びそうな企業を探すという人も多いですが、実はこれから伸びなさそうで業績が落ちそうな企業を探すことも一つの手法なんですね。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。